いつも ADMJTV をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ADMJ 高柳と小林でございます。よろしくお願いいたします。人気のヒマラヤシリーズを本日はご紹介させていただきたいと思います。はい、やっと、再入荷で、ありがとうございます。そうですね。はい。店頭でも人気のアイテムということで、お問い合わせがたくさんあった商品が再入荷いたしましたので、ご紹介いたします。では、まず商品のご紹介です。はい、こちら、ガマ口の形ですね。こちらが 20WS06009 番でございます。ガマ口も人気ですよね。もう、ザッツヒマラヤライフ、エンジョイしていただける、これだけのバリエーションを、小物からバッグまで揃えていただいて、今、エンジェルが、これから紹介してくださる、はい、くれる、アイテムは、はい、なんか荷物小さい、少ない派の方たち。そうですね。はい。はい、ちょっとこう、コンパクトな感じの、はい、ものたちですね。で、こちらがスリムウォレット 20WS06010 でございます、はい。これもやっとですよね。そうですね。ちょっとびっくりしました。びっくりしないです。で、こちらがマイクロミニのトートですね。はい、20WS01021 でございます、はい。で、こちらがミニトートですね。はい。こちらがスワロアリシリーズからすいません、ご紹介させていただいております。20WS01022 でございます。はい、ポロンチョって言いました。そうです。ポロリンチョです。ポロリンチョ。ごめんなさい、間違えました。で、こちらが、スワロなしのヒマラヤも揃っておりまして、はい、こちら 20AW01009 番でございます。はい。あ、7番でした。失礼いたしました。はい、7番。はい。もう一度言わせていただきます。はい、20AW01007 番ですね。はい。はい、そして、でこちらがボストンバッグですね。20AW01009 番でございます、はい。はい。いやー、すごいバリエーションですが。そうですね。もう少ない派でしたらね、はい、もう28センチボストンまであるので。はい。これだけいいんですけれども。はい。どんなイメージで、これは。そうですね。やっぱり、こう、エレガントな女性ですかね。そこで笑うんですか？いや、本当に私には、なんか、ないこのオーラを持つ方たちが持ちそうな、ヒマラヤのイメージで、はい、私からしたらちょっとこう、憧れ的な、デザインであるんですけど、こちらが国産の牛革を使用しておりまして、職人の手の感覚だけで、こう、はい、グラデーションを仕上げておりまして、このような感じで、そうなんですね。これがね、はい、人の手によって、この色が出ているっていうところが、なんかメイドインジャパンらしい作りですよね。ね、ものづくりですよね、はい。はい。そして、裏革、裏地はすべて同系、すべて同じなんですけれども、ネイビーの裏革を使用しておりまして、中がライラックのお色となっております。はい、こちらの、アイテムなんですけれども、今回、私がちょっとこう荷物小さめで、はい、お出かけする際の、ちょっとこうご提案をさせていただきたいので、はい、まず一つ目のご提案が、よく今最近ワンマイルっていう言葉が、はい、出てると思う。昭和時代にもワンマイルってあったんですよ。あ、そうなんですね。最近の言葉じゃなくて、私が、20代から30代にかけて、本当にワンマイルウェアって言って、はい、まあ今、ほら、何移動距離が少ない時期があったから、ワンマイル、ワンマイルって言ってますけど、ワンマイルウェアっていうのがめっちゃベロアで流行りました。そうなんですね。そうなんです。はい。で、なんかそういう時にですね、やはり近所ですとか、はい、まぁ、ちょっとこう、お出かけの時もおしゃれしたいっていう方はたくさんいると思うので、はい、そういう方にはもう贅沢にこのガマ口とスリムウォレットを一緒にお持ちいただいて、このような感じで、そうですね。オールヒマラヤですね。はい。ヒマラヤ、ヒマラヤですね。はい。なんかそのね、小物たちはギフトとして。そうですね、はい。これからのギフトとして、私いただきも嬉しいですし、自分用のご褒美みたいな感じで集めていただいても素敵かと思います。はい。はい、で、こちらがまず一つ目のご提案ですね。はい、もう一つ、ご提案させていただきます。はい、こちらの、ミニトートに、はい、今回ちょっとこう、イメージしたのが、ちょっとこう、デートですとか、こうお出かけ。もうデートなんてしてないですね。50年ぐらい。はい。で、こちらはですね、このような感じでお持ちいただくと、ちょっとこう、バッグも素敵なんですけど、はい、中からこれができてきたときに、女性らしい印象になるのではないかなと思います。そうですね。はい。で、シエナ特に人気色なので、合わせてお持ちいただくことをお勧めさせていただきます。はい。かわいい。ありがとうございます。では、こちらですね。通常の、スワロなしのヒマラヤのミニトートですね。はい、こちらには。シンプルで上質なイメージですね。そうですね。はい。はい、こ
ちらのバンダナ柄。バンダナ柄のスリムレット。そうですね、はい。先ほどのはちょっとこう女性らしい感じでまとめてるんですけど、はい、今回ちょっとこうカジュアル要素も取り入れてお持ちいただけると素敵だと思います。はい。はい。そして、こちらのボストンバッグですね。はい、こちらには、はい、ペールローズのポーチ、素敵かと思います。急に優しくなりますね。そうですね。なんか同じヒマラヤでシエナとこのペールローズで同じようなピンク系の色でもかなり表情が違うかなと思いますので、はい、お持ちいただくアイテムと合わせてコーディネート楽しんでいただければと思います。はい。はい。ね、もう秋がだんだん終わりかけた頃に、はい、だんだんヒマラヤさらになんかコーディネート楽しんでいただけるアイテム。はい、そうですね。さらにこれ以外にも実は、再入荷で揃えましたので、はい、小林さんにご紹介していただきたいと思います。はい、それではお願いいたします。はいはい、ちょっと何かそうです、ね、よろしいですかね。何か撤収していただけると。撤収します。すいません。いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。それでは私の方から、やっぱり荷物多いんです、私。なんだかんだ言って。それで荷物多い方へのヒマラヤライフのご提案をさせていただけたらと思います。仕事してるとどうしても A4 サイズっていうのが気になる、バッグの標準になると思うんですけれども、決して今 A4 サイズの書類を持ち歩くわけでもないんですけれども、ペーパーレスはしたとはいえ、タブレットが入れたくなったりとか、ちょっとしたもの、やっぱりサイズが、バッグのサイズとして、なんだかんだ荷物が多くなってしまう今日この頃なんですが、私はやはり使いやすいサイズとしては、この32センチのトートと、32センチのトートと34センチのボストン、おすすめです。で、そこまで、サイズ感いらないんだけれども、エレガントにおしゃれに持ちたいという方は、こちらのコンクルージョンをお勧めしています。まず品番から、こちらのトートが 20AW01008 32センチトートです。そして、こちらの34センチボストンが 20AW01010 が、34センチボストンになります。そして、こちらのコンクルージョンが 19SC110406 になります。コンクルージョンすごく私としては、こう、コンセプトも ADMJ らしいですし、コーディネートもスカーフを入れ替えていただけますので、すごくコーディネート楽しんでいただき、いけるおすすめアイテムなんですけれども、まず、まあ、エンジェル風に私もコーディネートを、小物で考えてまいります。まず34センチボストン。こちらの、標準の ADMJ のポケットと、ナスカ付きストラップ。さらに、仕様は、このマグネットポケットも付いております。で、これに必須アイテムとして、やっぱりなんか年齢を重ねていくうちに、どうしても、リーディンググラス。まあ、かっこよく言うとリーディンググラスなんですけど、老眼鏡。そして、やっぱり眩しいと、車に乗ってたり、外出して歩いていたり、眩しいと、あと、花粉とかね、いろんなゴミが入ってくるので、サングラスをかけたくなるんで、私は必ず、サングラス用、リーディングラス用、二つ、二種類、色違いで、こちらのケースを持ってるんですかね。もう、スワロスキーの、クリスタルがついた、クロコダイル片押しの、マルチケースです。で、こちらを34センチボストンに入れていただくと、何がいいかというと、これ上から開くんですよね。なので、いちいちボストンから出さなくてもですね、この中に入れたまま、ここをパカッと開けていただくと、サングラスが出てくるというような仕様になっているので、とても使いやすい一品だと思います。ボストンでも、出さずにお使いいただけることがおすすめです。そして、次は、もう、ADMJ が作り続けているトートで、最初37センチ、その次は34センチ、次が30センチ、とうとう32センチ、ぴったり A4 が入る、サイズになった、もう最終形ですかね、32センチが、そこに、コーディネートしてるのは、なんと、このブルガロプラスのコマンバチの、はい、スリムの、どうでしょうか。はい。こちらを、なんかヒマラヤのね、このグラデーションの、色と、このブルガロプラスのスチールが、すごく、
マッチングするのではないかと思って、ちょうど入るんですよ、ぴったり。なので、中敷きポケットありつつも、もう一つ、この、スリムな、クロスボディ入れていただくと、なんか、お席にこれだけのものを持っていくのは、ちょっと、まあ、シチュエーション上、美しくないわっていう方は、貴重品をこちらに入れて、こう、クラッチのように持っていただいて、こちらはお預けするっていうシチュエーションもできますし、普段、こう、バックインバックにも使っていただくことができますし、ご旅行の時はクロスボディっていう形にできますので、こんな組み合わせもおすすめです。私割と、ポーチ人間なので、こういう、この32センチトートにたくさんポーチを入れて、ヒマラヤライフ、楽しみたいなと思って、これ狙ってて今日買いたいなってずっとさっきから言ってます。そして、コンクルージョン。コンクルージョンのも良さは、このグログランリボンを全部こうね、くるーっと取っていただいて、ご自分のスカーフを、くるくるくるっと入れていただくと、どんなコーディネートにも合わせていただけますので、ニットの色ですとか、そうですね、自分の靴の色にこのリボンを合わせたり、いろんなコーディネート楽しんでいただくことができますが、じゃん。やっぱりマチが大きいので、このぐらい大きなポーチも入ってしまうという、トリコットダブルのポーチ。これ、ちょっともう残りわずかですよね。これわずかです。そうなんですよ。私、お友達のギフト用に買い溜めてたのがもう全部なくなってしまったので、自分用大きい方とちっちゃいのを旅行用に買おうかなと、GoTo トラベル皆さん申し込まれたでしょうか？私も漏れなく申し込んでみましたが、そんな時にとても便利なのと、あと、どうしてもイヤホンとかね、電子機器最近細かいものも増えてきたので、そういうものを入れるのにとても便利だと思います。で、内側は標準仕様になっていますので、使いやすく。ちょうど私も、このサイズのトートを今通勤に使っていますが、ミッペの、ポーチだったり、トリコットダブルのポーチだったり、入れやすいサイズになってますので、こちらとこういう立体的なポーチ入れていただいて、このマチもしっかりありますので、楽しんでいただくことができると思います。私は荷物を多めという形で、こちらの、3商品ご紹介させていただきました。それでは、どこに、あ、こんなところにパネルが隠れておりました。はい。お問い合わせ、なんかもうちょっと詳しいこと聞きたいわ、という、時にはですね、こちらに東京 03-3475-4046、info@admj.co.jp でエンジェルが答えてくれます。そして、各店頭にもこの再入荷商品入っております。関東地区は、松屋銀座、日本橋高島屋、そして、玉川高島屋、横浜高島屋。そして、東海地区は名鉄百貨店、関西の方、近畿地区は大阪高島屋、そして九州は福岡三越。で、お取り扱いさせていただいています。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。